こんにちは、ヒヨンです。皆さん、とうとうやってまいりました。結婚式当日なんですけど、 Vlog を撮っていきたいと思います。いよいよ来ましたね。いよいよ当日なんですけど、つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。いつも通り朝起きて今から朝ごはんを食べるんですけど、私はいつも通りキウイにヨーグルトとグラノーラ入ってるやつで、ゴリ君はキウイ食べます。いただきます。今日はですね、入り時間が1時15分ぐらい、私たちは遅い時間の式になるので、朝は割と余裕あるかなっていう感じ。もうすぐだもうすぐだって思ってて、当日になって、あ、今日だって感じだけど、割と普通じゃないね。私たち1時過ぎだからランチも食べていこうと思ってて、式の私たちの会場テーブルがなくて、料理がね出てこないから食べれないと思うから、夜までランチはしっかり食べようって話です。って感じで今日1日楽しんで見ていってて嬉しいです。はい、じゃあスキンケアをしていくんですけど、最初にこちらパミューのスリーピングリップマスク。唇のケアはいつもよりしっかりしたかもしれない。で、こちらエニシーのグローパックをします。昨日の夜もやったんですけど、炭酸パックには結構お世話になったかも。肌がちょっとパーンとするというか、炭酸パックした後に普通のパックもしてるんですけど、そうするとやっぱ肌が結構本当にいいって感じる。スペシャルの時に使ってあげるのは超おすすめです。エニシーのやつかエカトの炭酸パックを使ってたっていう感じですかね。首にもやりたいので、はいって感じで乾くまでちょっと待ちます。あ、当日もリラックスしてます。ちょっと待って、パック中だからもう格好もやばいのに。はい、剥がします。だいたい30分ぐらい。いい感じ。まずこちらドクター K のシークリアホワイトローション、私が大好きなやつ。いつもの化粧水と違うものを使って肌荒れるのも嫌なので、いつもと同じようなもの。そしたらパミュドリームグローマスク、肌引き締め張り弾力ケア。首用もあるからそれがすごいね、ありがたい。パミュはこういう風に剥がしてから使います。パミュのパックにちょっと大きいので、自分の顔に合わせてやった方がよりフィットするかな。結構ね、濡れるから下に濡れてもいいものを着といた方がいいかも。余ったのはさ、こうやって体に塗ってさ、めちゃめちゃいいじゃん。その間にちょっと肩を下げるストレッチ。はい、って感じでパックが終わったので、こちらセンテリアン24を塗り、このね美顔器みたいのがあるので一部分ずつやってあげると結構ね引き上がる。わかります？めっちゃ上がってんの。これめっちゃ最近のお気に入りです。一時的かもしれないけど、自分で上がったっていうのを実感できるから好き。これ1回5分なんですけど、2分2分やって、あとはまあちょっとおでこもやったりって感じにしてる。そしたら最近好きなアイテム、ソフィスタンスユナイト、すごい軽い塗り心地で使いやすいです。スキンケアの完成です。メイクは式場でやってもらうので、前髪だけ前にしてから今日は終わりです。はい、って感じで準備ができたので、今からランチをしてから会場に向かいたいと思います。ヘアメイクとかやった時にすぐ脱げるようにカーディガンにしました。ゴリ君もシャツにしましたね。って感じです。いきます。はい、ってことでホテルに着いたんですけど、時間まで余裕があるのでラウンジでゆっくりしたいと思います。時間までワクワクしすぎて早く着きすぎました。私がめっちゃ大切にしてる目薬を忘れてしまったので、急遽ドラッグストアで買いました。これがあると白目が白くなって可愛くなるので必要不可欠です。はい、って感じでメイクをしていただきます。担当していただくよろしくお願いします。彼もかっこいいね、背が本当に高くて、身長差がかわいいね二人の。これは買いました？買いました。こんな感じのリボン、どうなるかな。プチってできる時もある。できます、できます。あー、本当だ本当だ。これね、ニキビができちゃってます。ツヤツヤツルツル丸、ツルツル丸、いいツルツル丸。スッキリポンって自分の中で入ってるから使ってほしい。
可愛い。下地はこちらです。ヒンシとオンリーミネラル。今日のメイクのテーマは透明感だよね。透明感、透明感と、でもいつものひよんちゃんの良さと、はい、ハイダイに引き出して、プラスちょっとやっぱドレスに合わせて、はい、フェミニンさを使ってる気がします、うんうん。ファンデーションはヒンシでございます。かわいい、かわいい。セッティングパウダーナーズのと、シャドウはヒンシです。かわいい。結構私緊張してきたんですけど、まだ早いよ、まだ2時間。お願い、ちょっと開けます。おー、かわいい。あ、これだとキラキラが見えます。かわいい、いい感じ。じゃあちょっと仕上がったらまた撮ります。こんな感じでメイク完成しました。あとリップを塗って、髪の毛は挙式仕様にしていただくんですけど、この後マネージャーのマナちゃんにカメラをバトンタッチするので、マネージャーカメラに変わります。バイバーイ。すげー、限界じゃない。すごいやん。やった。どうですか、マネージャーさんから見て。めっちゃ可愛いです。結構ナチュラルなんですけど。めっちゃいいやん。ドレスもね、素敵なんですね。オーダーメイドです。あ、これ？はい。あ、そうなん？うん。全身取らないと気になんねんけど、どうなってんのこれ。想像して昨日泣きそうやってんけど。え、そう。やばい、姉さん泣きたくないから、ユヨは手紙とかいろいろめっちゃ練習してきたの。覚えて言えるぐらい読み込んできたけど、どうなるかは。泣いたら伝わらないから泣きたくないね。まあ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 。完成しました。めっちゃ似合ってんで。本当？ドキドキワクワク。マジでメイドまでしたの初めてだわ。可愛い感じで。結構広がるし。そうなの。丸がついてる。可愛いですよ。そうそうしてんな。マジですか？うん。初めて見るそのそうそう。お世話さんでました。開けよ。ヒール高いから頑張ってよ。ちょっと気をついて。やばいね。やばいね。ドキドキ。見て、これ私がオーダーしたんです。可愛いね。ゼラーのリボンとカスミソー。すごく可愛い。で、ちょっとまん丸みたいにしてくださいって言って、うんうん、大きさもちょっとこじんまりしてる感じ。こじんまり。ちっちゃくしてもらいましたね。最初のやつも。あ、そうなんや。ちっちゃくなったの。そう。めっちゃ可愛いね。可愛いよね。うん、じゃあご神父様も移動していきます。え、やばい。いよいよです。すー。近い。ご神父様いらっしゃいます。え、はい、そのまま、はい、お城様の後ろまで進みます。ご神父さん目を開けていただきます。はい、ご神父さん準備はよろしいですか？じゃあ行きましょう。お願いします。おお、めちゃくちゃ可愛い。うん。これに変えた。そうそうそう。大好きなピオちゃんね。ご視聴様、簡単になりますね。さあ、目線変わります
うでした？よかったよ。よかったです。めっちゃよかったよ。よかった。ホテル？ホテル。一旦人なんだけどね。ねえ。泣きそうになった？全然。え？全然。楽しかったな。楽しかった。ね。よかったよかった。めっちゃ可愛いよ。念願のリボンをつけました。あ、念願やった？念願です。オンマどうかなと思って、オンマの確認も取れたので確認も取れたので楽しみにしてます。いろいろ楽しみにしてください。 OK。 怖い。でクリスマスならではのコンテンツもちょっとご用意させていただいて楽しんでいただけたらと思います。今日はたくさん飲んで、ホテルの方に迷惑かけない程度に騒いで、楽しんでいけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。仕事上弊社のスタッフで直接コミュニケーションを取るのは 3,4 名がメインにはなるんですけれども、本当に分け隔てなく仲良く接してくれるような方で、本日は誠にご結婚おめでとうございます。でそれでは、ご唱和ください。最高の結婚式にしましょう。乾杯。Thank you.
いって感じで結婚式が無事に終わりました。おりくんお疲れ様。ちょっと今クタクタであれなんですけど、本当に楽しくてもう最高の一日だったね。最高って感じで、私たちの結婚式は終わりになります。ありがとうねピューちゃん。ありがとうって感じで、この動画が楽しかったり、またヒヨンの結婚式エピソードを聞きたいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。カラーン、あんにょーん。